やってみっか。
最初に登った時は1日近くかかった。ところが今度は往復で3時間ほど。そういや。ではその効果を試してみるがいい。 わかるかな？ こっちじゃ、こっちじゃ！
取ったぞ。なんてやつだ、こんな短時間で。飲んでいいんだろ。もちろんじゃ、飲むがよい。あれ、まあ別にどうってことねえような気すっぞ。そりゃそうじゃろ、調整水はなんてことない、ただの水じゃ。騙してはおらん。お主の力はすでに何倍にもなっておる。塔の上り下りや壺を奪うこと、すべてが修行だったのじゃよ。さあ下界に降りて修行の成果を試してこい。はあ、ありがとうカリン様。それにしてもあの小僧、すでに無天老師を超えたかもしれんの。